どうもどうも、マサトです。マッサバのワールドへようこそ。はい、ということで本日はですね、初めての廃校を攻めてみたいと思います。ちょっとね、地下の方、スライムチャンクの部分ですよね、あそこ掘ってたら出てきちゃったんですよ。で、今日はそちらの方、湧き潰しがてら、探索してみたいなと思います。で、これで早速始めてまいりましょう。はい、それではね、ちょっと準備整えていきたいと思います。剣がね、これだと石の剣はもうちょっと使えないので、鉄もちょっとあれだよねということで、ダイヤ作ります。本当はエンチャントつけたいんですけども、経験値がまだ足りないのでつけられないですよね。こっちか、ここだよね。ノックバックつけたいけどね、あと修繕とか耐久力もらってこないとダメっすよね。あ、で、盾久しぶりに作りましょうか。どうだったっけ、真ん中置いてこんな感じだったっけ。違う、これ、あれ違ったのかいな。あ、それか逆、あ、これか。じゃあこれをちょっと守り固めたいと思います。食料のこっち置いて、でこれで守れるよね。松明、脇つぶししなきゃいけないからいるよね。では参りましょうぞ。でまず、収録外でのご報告、はい、スライムトラップ予定地ですよね。もう下見えてるよね。ネタバレ。はい。下掘り進めております。で、一番下がここになるのかな。はい。ここが一番最下層です。もうちょっと下まで行ってもいいかなと思ったんですけど、理由があるんです。ほら、これ、この下にもろスポナー出てきたんですよ。ゾンビスポナーね。で、廃坑、ほら、これ、レールあるからね。廃坑につながってるんですよ、ここ。で、一応今は危険なので、塞いでおりますけれども。で、これ、ゾンビトラップ作ろうと思ったら、上にちょっと照明仕込まないといけないので、で、照明仕込むための厚さが必要になってくるんで、それを考えると、これ、ここのスライムトラップ、下下げると作れなくなっちゃうんで、一応ギリギリの線まで行っております。なかなか難しいところにあるんだけどね、これね。照明だから ここに、レッドストーンランプか。で、回路仕込んで、だからギリなんですよね、位置的に言えば。で、お宝こういう感じで、初めてのレコード入っております。まだちょっと撮ってないですけどね。ということで、いきますか。もう早速いるやん。無理かな。ちょっと届かんね。でも結局これ盾持ってたらこれ松明設置できないですよね。こっちは安全だったっけ。一応あらかじめ湧き潰しはしてるんだけど、来たか。ノックバック欲しいな。クモスポナーあるんじゃない？ああ、エンダーマンか。クモスポナーじゃないか。ちょっと武器の威力がそんなに強く、あ、行き止まり。強くないから、不安なんですよね。鉱石は後でじっくり取ります。どれだけの大きさかだよね、ここ。で、一旦戻ります。下か。あ、なくなった。洞窟か。ここで行き止まりだよね。もうここは廃坑じゃない。
じゃあここまでにしておこうか。だからさっきのゾンビスポナーの反、あ、ダイヤあるわ。反対側行かないといけないですよね。ダイヤのツルハシ持ってきてないんですよね。やられた時のために、ロストを防ぐために、ね、だからこっちも後でまた取りに行きましょう。行きますか。だけどここはどう、靴だよね。巨大洞窟、下落ちるやつ。なんでこんないないの。雲がいるね。こっち進めない。雲スポナーあるか。内側から雲の、あとはいけない。下だよね。下行きようがないもんね。エンダーパールないし。こっちにどっか下降りるルートないんかな。どっかに繋がってるような気がする。こっち行ったら繋がる。スポナーじゃないんかな。ないね。ここら辺から聞こえるんだよね。あ、ツルハシ壊れます。ここ、あ、ここ行った。あ、ほら、来られた。いるね。この雲の、あ、くそ。下降りなきゃいけないか。新たな道が広がりました。あ、いるわ。よし。おう。ちょっと引く。痛いって。弓だけは強力だからね。剣、エンチャントつけんときついね。あった、トロッコあった。深いところに出てきたね。まあ下は今は行かなくていいかな。はい、ここもトロッコあります。ちょっとこっち側は来ないから、もう先見とくか。うん、いいんじゃないですか。ちょっと松明と荷物がの関係で、そうだよね、一旦戻る。ここだけ見て戻ろうか。行き止まりだよね。こっち側つながってんな。お、ダイヤあるわ。持てるかな。持てない。じゃあ必要のないの捨てます。
じゃあ再び行きます。あれ、骨の音が聞こえる。洞窟まだ続いてる。廃坑あるか。え、これはひょっとして、うわ、見えないから、相手から見えないから。松明まだいるか。いるな。あ、いっぱい湧いてる。弓は強いからね。で、オッケーか。いて、まだいる。まだおったんかい。で、どこにも繋がってないね。だよね、スケルトンスポナーだよね。オッケー、見つけました。うん、いいんじゃない。ゾンビスポナーあって、スケルトンスポナーなんで。で、これはあんまり大したことないね。で、これは持てるから持ち帰りましょう。うん、とりあえずこんな感じかな。あと、見つけてない廃坑まだあるかもしれないけども、まあ、とりあえずスポナー、2種類。あ、雲見つけてないな。まあ、雲は向こうの交易所、村人増殖と交易所のところにあるから、まあ別にいらないんで、うん、いいんじゃないでしょうか。とりあえず、時間も時間なんで、今日はこんなところでということで、どうするかだよね。ゾンビスポナー見つけたから、修繕とかするのにはそっちの方がいいと思うんで、スケルトンは骨だけだよね。矢はもうそんないらないし、スケルトントラップ作るかどうかはちょっと今のところ保留ということにしておきましょうか。はい、ということで今回はスライム、トラップ、作ろうとしていたら廃校と、スポナーに出くわしたよという回でございました。一応廃校の方ね、湧き潰しいたしまして、新たに、スケルトンスポナーの方も、見つけることができました。これでトラップ作り放題ですね。まあ、先ほども言いましたけれども、多分、ゾンビスポナーの方を優先して作っていくと思います。ということで、今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。